それでは先週に引き続き、ミュージシャンでもあり、ラジオパーソナリティでもあるバンディさんに、ご登場いただきます、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、ね、先週もちょっと震災のお話を中心に伺ったんですけれども、はい、まあ、今週も引き続き、先週の続きということでお話を伺っていきたいんですけど、はい、具体的にその復興までの間、その避難所で生活をして、まあ、その復興までの間ってどんな感じの、うん、まず仮設住宅が長いんですけど、うん、仮設住宅の暮らしは僕は良かったと思ってて、うん、体験したことないんですよね。そんなに近所同士がこう助け合うとかなんで、僕はそういうの煩わしい人なんです、うん、あの時はね、みんなが共通体験を持ってたことと、それから優しくなってた人が、それと残念なことは、その被災した犬や猫をね、みんなで養ったんですけど、僕は鳴浜球場っていう阪神タイガースのところの前のちょっと練習場みたいなところの中にいっぱいバーってこう住宅を作ってもらったんですけど、ああいうなんていう優しさが良かったかな。やっぱりそういう、こう物資のね、はい、供給とかそういうのっていうのは割と物資はね、実は僕の住んでた西宮上ヶ原に関しては、うん、もうその当日の夕方にはおにぎりかなんか、当日の夕方かと、当日はあったかどうかちょっと忘れましたけど、まあでもラーメンもいただきました、うん、お昼3時ぐらいかな、うん、それ一番うまかったですね、この人生の中で美味しい。なんかね、多分チャルメラやったと思うんですね。石油ストーブでお湯沸かしてもらったやつが美味しかったのと、それから僕は当時 FMI 地っていうところで、メインの仕事があったんですけど、はい、1週間休んで行ったんですけど、はい、行ったらね、ものすごい量 の、 ペットボトルの水と、それからガスコンロやらね、来てたんですよ、僕宛てに、はいはい、でこれね、はい、実際物事の事柄だけで見ると持って帰れないから、うん、ありがた迷惑ではあるんですが、うん、でもそこで話を終わるとね、大体そこで話終わると思うんですが、うん、人間っていうのは心やから、うん、結局は無駄になってるんやけど、僕は嬉しかった、うん、バンディさんを心配してみんながその届けてくれたことが嬉しい、嬉しいですね。だから全部持って帰れなくても、うん、それは電車で少し新幹線でね、うん、新大阪からこう名古屋行ってますから、うん、そんなん持って帰れませんけど、うん、だから何かでこう使っていただくにもわけわけはしたんですけど、うん、でもそのこと自体が嬉しかったですね、うんうん、そのみんなの思いっていうのは一緒ですもんね。それが例えば物であれお金であれ、現金のもらった時もね、うん、まあそれ人それぞれ反応があるんでしょうけど、うん、テレビのニュースで見てて、その僕は忘れられへんのは、当時の小学校の女の子が、私のお年玉全部現金にしてましたというニュースを見て、それで、まあ、うちのお母さんと僕と、まあ、当時2人暮らしですから、15万円もらったんですけど、生活の足しにさせてもらいましたけど、でもそのお金以上にね、その目に見えない向こう、人が向こうにいて、特に子供さんとかがね、そんな募金してくれたいうこと自体がすごいリアルなんですよ、気持ちとして。とかで、ここの中にはお年玉が入ってんやろなっていうのね。そうですよね。いろんな人の思い、それがね、小さい子供さんのね、お小遣いだったり、お年玉だったり、うんうん、そういうのが全部詰まってのね、現金ですもんね。そうです。それがもう本当にありがたかったですね。あと、まあ、メディアのことに関してでもですけど、まあ、当時もその僕もそのメディアの仕事していましたけど、人それぞれね、カメラ投げ出して人助けする人もいて、でそれを撮ってる人もいて、でそれを伝えるからまたどんどん人が助けに来てくれるから、だからメディアの人もご苦労様ですっていう、ありがとうっていう気持ちやし、全てにやっぱ感謝してますよ。そう、私だからその取材の前にね、バディさんのブログをちょっと読ませてもらってた時に、はい、やっぱりその警察官の人、自衛隊の人、うん、救助に当たってる人、うん、くれぐれもくれぐれもっていうね、言葉をすごく
ぱりそういう人たちがどれだけ嬉しかったかありがたかったかっていう、ね、その思いみたいなものをねすごくその言葉から感じたんですよ、ね、あれはねそのまあ、もちろんカメラマンの友達っていうのも言ってるんですけど、もう一つはね僕個人的な友達でね、中学校からの友達が消防署行ってたんですよ、三宮の消防署なんですけど、水出なかって水出ないけど火消したいっていうその気持ちとか聞いてたらね、その友達にね、まあ、あんまり語りたがらなかったんですけど、その時のお前どのようなもんかっていうね、だからみんな使命持ってやってて必死でやっててね、で市役所の人なんかでも夜の9時10時にね仮設住宅で電話もついた時に、やっぱどうですかとかね、あの電話かかってくるんですよ、今働いてるんですか市役所でとか言って、その時も行政に対する文句とかいうのもメディアで多かったと思うんですけど、みんな必死やったんちゃいます、そう思います。だから今回のね、まあ、ちょっと話変わるけど、今回のその現物に関してもやっぱり避難とかね、その対応とかに関していろんな声も上がってるけど、だけどその向こうでその原発のね最悪の事態を食い止めるために命を懸けてやってくれてる人がそこにいて、でその人の後ろにも家族がいるわけじゃないですか。それを思うとね、やっぱりその私はあながちその指摘とかね避難だけをする気持ちにどうしてもなれないんですよね。やっぱりそこで何か命を懸けて誰かを守ろうとしてくれてる人がいるっていうことはやっぱり忘れたくないですもんね。だから今回は阪神の時よりもっと素晴らしいのは批判は少ないと思うんですよ、だいぶ。やっぱりね応援しようよっていう気持ちがだいぶ日本人もねあって、でそら菅さんもテレビになかなか出てないとか言われてるけど、彼は彼で見えへんところで必死なんやろし、まあ枝野さんのね会見でもやっぱ大変やと思いますわ。だから、みんなで応援する気持ちって大事になっちゃいますかね。でもう一つはその先週の放送でも言うたその恥ずかしくない、綺麗事ということが恥ずかしくなかったり、事前でもええやん、なんかやろうよっていうことが恥ずかしくない世の中にした方がええと思うから、そのためには僕らは小さいメディア、ラジオやから、だからラジオは基本的にはねテレビと違って現場に行くことも少ないし、テレビで見たこと喋ること多いんやけど、善意の促しとか善意の投げかけって僕らもできるじゃないですか。だからそれがだんだん空気になってくるから、だから善意でやることを良しとしようよ。そうですよね。で小さな力でもたくさん集まったら大きな力になるし、でそれでやっぱり社会全体をねなんかこう変えていくこともできると思うし、何かの力やね心の支えになることもできると思うし、ね、特にやっぱりその私たちは、まあ、バンディさんは音楽を、ね、私なんかは絵を描いてたりね、だからそういうアーティストとして何かできることみたいなのね、まあ、もうちょっと先にはなるんでしょうけど、はい、ただこれがね、今の時代はインターネットもあって、発言ってできるでしょ。で僕らは僕、まあ、ミュージシャンでラジオやってて、ラジオっていう発言メディアを持ってたけど、今はそのインターネットでブログでも何でも発言できるじゃないですか。だからまずアーティストでも何でもまず一人の人間の発言からスタートして本業でっていうプロセスを踏めば僕素晴らしいと思うんですよ。そうですね、だからまず人間として発言して、じゃあ今度その僕の持ってるものは音楽、僕の持ってるものは絵だとかいうことからやっていけば、もう16年前にはるかにレベルの高いことできるんじゃないですか。あ、でもそういう意味ではそうですよね。社会全体がそういうこう社会支援とかそういうところに対してのこう意識レベルって上がってきてますもんね。しやっぱりそのインターネットが発達した分だけね、いろんな情報が入りやすくはなりましたよね、あの当時から比べると。そうですね、またその本当にひどい被害のあるところにまでねその細かく情報がいってないかもしれないけれども、少なくとも私たちねその関西であの震災を知ってる人間から言うと、今ってかなりそういう情報の伝達もっていうのはそのメディアだけじゃなくて、そういうインターネットを通じて個人がそういうところ面で支援できることっていうのもいっぱいありますもんね。だから普通の、印刷屋に勤めてるものですが、
お見舞い申し上げますってブログに載せるだけでもね、それがちっちゃいけど一つの発言となって心配してるよ、大丈夫かっていうね、そうですよね。やっぱり私たちもね、そのイラストレーターのその団体みたいなものをやってるとね、どうしてもやっぱりその自分たちね、絵描く人間として何か、役立つことができないかっていうね、やっぱりそういう避難所で生活してて歯ブラシがないとか、電気がないとか、であと喘息の子どもさんがお薬がないとか、そういう時に緊急の対応としてこういう方法がありますよっていうのをイラストで描いて説明して、でそれをインターネットにアップロードしてるんですね、で本当にその被害のひどいところっていうのはプリンターもないでしょうし、もしかしたらインターネットも見れないかもしれないけど、その近くでねプリントができて現地に行く人がもしそれをねプリントして持っていくなり閲覧してもらえるんだったらっていうんでね、でそういうので今ずっと集めてて、そのね、例えば被災地で見れないとしても、被災地じゃない人がそれをたまたま見てね、そうなんですよ、でそういうことを思ってる人がいてるっていうことがその人の心の片隅にポンといく、それがねやっぱり一つのムードを作っていくと思うんですよね。であとは単純に反応を気にしないということも僕大事だと思う。まあそうですね、これはちょっと絶対言いたかったんですけど、僕もねいつ大阪に出たか忘れましたけど、1週間ぐらいかも分かんないし3日ぐらいかも分かんないけど、大阪に出た時に複雑な心境でしたよね。パチンコ屋さんでパチンコ売ってる人がいてると、それは僕らからしたらなんやねんっていう気持ちもあれば、パチンコ屋でパチンコ打つぐらいやから大丈夫やなっていうのもあれば、もういろんな気持ちあるわけですよ。でその時にその頭の中にある言葉がどこフォーカスして出てくるか分かりません。ネガティブなものが出てくる可能性もあれば、ポジティブなものが出てくる可能性もありますけど、混沌と人の心の中してるし、被災のしてる人も混沌としてると思うんですよ。でそこに何をつまみ出すか分からないけど、愛情も感謝も怒りも全部一人の人の中に含んでるから、怒りを受けた時、反発を受けた時も全部それじゃないっていう思い、どっかではやっぱりありがとうと思ったり、はい、例えばその時思えなくても何年か経った時にね、いろんな人が支えてくれたことをまた思い出したりね、するかも分かんないし、そうです、まあ逆言えばね、それはありがとうって言ってもったけど何かあったかも分かんないし、その逆もありますよね、だからこう人の心っていうのはそういう時本当に混沌としてる中で、たまたま人との言葉に巡り合ってしまうので、その状況とかタイミングとかでね、だから何かをして良かれと思ってやって、それはあかんって言われたとしても、そう思わずに自分ができることやってほしいんです。まあ、そうですよね。でまたそのほんまに何かをやりたいと思ってる人は、そのありがとうと思ってもらうためにやってる人って少ないと思うんですよ。なのでね、まあ、その辺はまあね、そういう今本当に大変な時ですから、やっぱりみんなもね、その心に余裕のない時に出てしまう言葉と、またちょっと余裕が取り戻してからね、振り返って思う時とまた違ってきますよね。違いますね。だからまあそういうのはあまりね、落ち込んだりせずにってことですよね。そうですよね。で、あとは僕も本当にちこちこっとしたことしかできんけど、なんかしてほしい、してほしいし、やろうよって、みんなやろうよって、そうですよね、そうですよね、いいことしようよって、いいことすることで何も恥ずかしないよって、偽善でもいいから何かしよう、ね、まずはその個人のブログでもね、ツイッターでもいいしね、なんかそういう、こうアクション一つ踏み出すとね、次がまた、っていうね、みんなでも善良な人が多いんじゃないですか、僕はそう思うんやけど、ね、全部善良って無理なんですよ、一人の人の中で 100% っていうのは ね、だけどトータルしたらやっぱりね、これはまあ日本人だからっていうあれもあるかもわからないけども、やっぱりその団結とか 秩序という か、なんかそういう大変な中でもこうなんか思いやったり助け合ったりっていうのはね、やっぱりその日本人の DNA の中にきっとあると私はもう信じてるんで、また今回ね、そういう海外の皆さんのそういう
支援も嬉しいじゃないですか。そうですね、日本人としてすごく嬉しかった、その海外の人たちがね、うん、ですごく貧しい国の人たちが、うん、本当に自分たちの生活するのがいっぱいいっぱいの人たちが、うん、そのわずかの、ね、お金を集めて現金を送ってくれたっていう、うん、あそういうそのいろんな思いっていうのを、ね、大切にしたいし、まあ、それはアーティストとしてね、またちょっと時タイミングが来ればそれをまた形にしてね、お届けしたいなと思いますけどね、うん、まあ、とりあえずその竹本明子さんもそういう活動をずっとしてこられてて、でそれがね、身を結ぶ時もあれば身を結ばん時もあると思うんですよ。でも大きな流れの中で言えば必ずね、うん、まあ、必ずの向こうはちょっと分かりませんけど、うん、必ずなんですよ。はい、わかりました。じゃあね、このラジオのお聞きの皆さんもいろいろね、じっとしていられない気持ちっていうのは皆さんあると思いますけれども、はい、また寄付金なりね、募金箱なり、ブログなり、まあ、いろんな形で、まあ、何かその支援の気持ちっていうのをね、まあ、恥ずかしがらずに、もっと出していこうよっていうことですよね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。